市にゆかりのある台湾の中学生と交流を続けています。外国の文化を学び生かしていきたいです。はい、私たちの住んでいる仙北市と台湾の中学生たち、台湾の中学生が住んでいるその地域の良さだったり、まあ、流行っているものだったりをお互いに知ってもらおうという、はい、交流会です。言葉は中国語を話す人だったりと英語で、主に英語でコミュニケーションを取りました。台湾などの他の国の文化を知ることで自分の考え方が広まったりして、いい交流だなと思います。はい、すごいこっちの文化も知ってもらえてすごく嬉しかったし、台湾の文化で知らないこともたくさんあったので、こういうのを伝えていくような仕事ができたらいいなと思っています。